ください。はい、ただいまね。どうでしたか、本当は。いやー、楽しかったです。イケメンたくさんいましたよ。どうなんですか。いや、そういうのではないんだけど、あの、フラーって入ったお店に。勇気が絶対言わない言葉、第1位。すっげーブラブラする。絶対言わない。絶対言わない。勇気が絶対言わない言葉、第2位。いい。第2位。第3位。いいと思う。ゲームを探せ、まあ、第何だかもう忘れましたけども、久々のやつをやっていきたいと思います。今撮影してる6月18日発売の東京タンメン隣監修進撃焼きそばでーす。じゃーん、宮本なに今の言う進撃進撃ゲタマ進撃ゲタマ&特製マヨ付き。これさ、揚げ玉なのかな、揚げ玉なのかな。揚げ玉がいいな、私は。揚げ玉辛味による刺激が大変強いのでご注意くださいねって自分で思ったらダメだと思ったんだけど、うん、ここにさ、あの多分東京タンメン隣さんの 人いるじゃない。ちょっと横が私に似てないわかる。なんかすごい二日酔いの時の私の顔に似てない。これをただ普通に食べても面白くないので1分にしましょうか。でもだって辛いの苦手だよ。いやいや、食ってきたまあまあ私らといえば激辛っていうとこあるぐらい食ってきた。これをただ食べても面白くないので1分間で食べていきたいと思います。今回は結構早い、量は普通じゃん今回これ。まあとりあえず早速開けていこう。辛味による刺激が大変強いので十分注意してお召し上がりくださいっていうのが書かれてますね。辛いのが弱い方とか妊娠中の方々とかはあの控えられる。私妊娠中で平気かな。太っただけよあんただってダイエットするダイエットするって結局してないでしょ。もうあと3キロで70キロ、ま、マジでマジでちょっと待って、一回測ってみよう。初めて当初何キロ経つや。55キロぐらいやばいってそれ。15キロ。昔よ、こういうね、ダイエットの話をとかしてるのに麺食べるっていうね、バカなのかな、私ら。はい、ということで流しに流してきたので見て、みんな辛そうだよ。全然真っ白、辛くねえでしょ、普通に。ではこちらのソースを絡ましていきまーす。美味しそうな匂いがする。あ、あ、すごい、結構赤い。あ、いい匂い。でもうん、いい匂いだね。ちょっと山椒っぽい匂いがする。見て、マヨネーズがちょっと赤い。ここにもだから多分辛いのが入ってるとか言ってね、明太マヨだったらいけるよ。完成完成です。目標はだから1分よ。目指して1分を練習させて。練習いるよ、だれだ練習なの。用意して。はい、4秒みたいな感じね。ブリガリーヨーグルトさん、あのお仕事待っております。やっていきましょう。よーい、スタート。うん、うん、辛い、うん、辛い、辛い、うん、辛い、でもうまい。マヨネーズも飛び出すかと思って。あー、辛い。揚げ玉結構辛い。え、マヨネーズ辛いわ。マヨネーズが、あー、マジごく、うん、辛いってなるまで。はい、完食。一気に食べてるこの苦しさと辛さのあれで胃がパリピ状態。辛っ辛っ。あえぐなって、後から来る温で、食べ終わった瞬間、食べてる時も辛いけど食べ終わった瞬間にも来るよ。あー、辛い。あ、終わった。はい、3分の52秒、2分39秒。もうおでこやばいし、僕髪の毛の下がやば。わかる、それ1分で食べやすできねえし1分で食べね。まずね、早くもね、タチが、いや、太麺だから入ってこないの、喉にしっかり噛まないと。味はでもすごい美味しいから、辛いと好きな人は絶対好きだと思うけど、1分で食べようとはせず、皆さんは味わって食べてください。チャンネル登録、高評価、 YouTube のコメント、そして Twitter のフォローと Instagram のフォローもよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、セカンドストリートのタチヤとゆきでした。ありがとうございました。アイス食べましょう。アイス飲み、
アイスの海って昔いろんな味が一つの袋に入ってたのに、今じゃあ1個ずつだよね。一種類ずつだよね。それでは皆さん、ここら辺にある動画をチェックしてみてください。バイバーイ。